JR 東日本701系電車。701系電車。七百一系電車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の交流用電車。1993年、平成5年から、交流電車区間用の標準車両として製造された。また、森岡駅青森駅間の東北本線を移管した、IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道でも、 同設計の新造車および JR 東日本からの譲り受け車を、それぞれ IGR7000 系と青い森701系として保有している。本校では、この両形式についても記述する。東北地区の幹線電化区間の普通列車には、1990年代になっても通勤輸送に向かない構造の客車や、急行型電車が多数使用されていた。 秋田地区の上津本線、大宇本線と森岡地区の東北本線は、地域輸送に客車を使用していたが、始発、終着駅で、電気機関車の付け替え作業を要し、運転上非効率であり、また使用されている12系2000番台は老朽化が激しく、50系の車齢は10年程度ながら冷房がないなど、旅客サービス上のそれぞれ問題があった。一方、 仙台地区では普通列車の電車化こそ行われていたが、使用されているのは2扉の急行系車両455.457系を主体に、特急型581.583系を改造した715系が多数残存しており、ラッシュ時の運用に適さない車体構造や経年による老朽化の進行などの問題が顕在化していて、取り替えは喫緊の課題であった。 急行系車両等多とその要因、国鉄419系、715系電車、本系列問題点も参照。これらの置き換えを目的として、当系列は2.3両4両編成を単位とし、これらの組み合わせで8両までの蘇生が可能で、編成の増、解決による柔軟な輸送力の調節を可能とした。2両編成については、ワンマン運転に対応するため、 整理券発行機などの隠し対応機器を設置した。最初のグループが1993年、平成5年に秋田森岡地区に投入された後、JR 東日本の交流電化区間における事実上の標準車として2001年、平成13年までに各線区に投入された。通常の在来線のほか 大宇本線と田沢湖線の新幹線直通過後は、標準機仕様の車両が地域輸送用に投入されたほか、東北新幹線延伸に伴う、東北本線経営分離にあたっても、本系列の姉妹車が上と、申請により投入されている。209系で採用された川崎重工業の2、シート工法によるプレスを多用した軽量ステンレス製化前体を採用する。 先頭部、編成両端は、貫通路付けの切り詰ま構造で、FRP 製の多いを設ける。客用扉は1、300mm 幅の両開き式のものを、片側3箇所に設置し、在来専用の車両は、運用線区の駅ホーム高さの関係上、ステップが備わる。側面窓は、車端部以外は4連窓、中央に窓のミニ段上段加工式のユニット冊子、 五千番内を除くである。窓寸法は極力大きくし、熱線吸収ガラスを使用して、カーテンを省略した。車端部は通常の一枚窓を設置する。冷房装置は集中式を採用し、屋根状に一気搭載している。在来線運用車は AU710A 型、冷凍能力38000キロカロリー。 標準機区間用の5000番台と5500番台は AU723 系、冷凍能力3万キロカロリー H を屋根状に設置する。中間側つまめんの貫通扉は幅を1、200ミリメートルに拡幅した、両開き機式都市、ワンマン運転時の乗客移動に配慮した。合成値については IGR7000 で下記のような値となっている。なお、 当初鉄道雑誌に掲載された完成予想図は片側3扉の内運転台直後の上高扉のみ片開き式という変則的な扉配置となっており側面窓も戸袋窓が設置され211系に近い窓配置となっていた前面の微灯も後年の標準汽車と同様に窓状のブラックフェイス部に埋め込まれており車体体色もオレンジ 先頭部分のみ赤帯ありが配されており、実車と大きく異なるものだった。座席は当初、ワンマン運転時における車内監視や乗客の運賃支払い時における車内移動の観点で有利とされたこと、単編制での通勤、通学輸送との兼ね合いから、全席ロングシートで申請された投入後の輸送実態を考慮して、クロスシートを設置改造した車両や、 新生児より、クロスシートを設置した車両もある。座席モケットは細かい柄の入ったパープル色である。客用扉は、陶器の車内保温のため、角質入口の内外に開閉用スイッチを設けた、半自動構造とし、二両編成には、ドアチャイムを装備する。ドアエンジンは、空圧式で、コグドベルトを用いて一本のシリンダーで2枚のドア、両開き扉を駆動する。 客用扉に隣接する袖仕切りは209系と同一の大型のものとして外気の流入を抑え風防ガラスは省略された暖房装置は座席直下に大容量のものを設置するトイレは区波700型に設置し向かい側の空間を車椅子スペースとしているその区波700型は当初喫煙者であった内装の配色は明るいベージュ系でまとめられ 運転席背面とつま面以外を FRP 制とし、天井の冷房用ダクトも FRP の一体、成型である。乗務員室は複数編成での利用を考慮して、半室構造となっている。貫通路を構成する際や、ワンマン運転で最後尾となる場合は、運転席部分を締め切り、補助席側を客室として開放する。 火線からの炭素交流 20KV を周辺圧器で高圧した上で、主変換装置で直流に整流、その後参照交流に変換して、主電動機を制御する VVVF インバータ制御方式である。起動加速度は時速 2.1kmS となっている。主電動機は、新開発のカゴ形参照誘導電動機 MT65 型を搭載する。 209系のものを基本とするが、小型軽量化され、大切構造となる。主変換装置は、パワートランジスタ素子 VVVF インバータを搭載し、GTO 素子の209系と同様の制御方式である。なお、1500.5500番台車、IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道向けの申請者は、インバータブに限ってリベット素子となっている。 補助電源装置には、例番台では、電動発電機を、それ以外では静止系インバータ装置をそれぞれ採用している。運転室内には、各動力台車の ON、オフを個別に制御するために、NFB が設置されており、片方の電動動力台車に問題が起き、通常の運転が困難になった場合、問題のある方のスイッチを切り、1M 方式を一時的に 0.5M、 片方の電動台車でのみ駆動に切り替えることが可能となり、上調性が向上した。また、主変換装置も同じく個別制御できるように、NFB の設置が行われている。パンタグラフは、下枠交差式の PS104 型、両形式の PS105 系、シングルアーム式の PS106 型を搭載する。発電ブレーキ、または回生ブレーキ併用電気指令式。 空気ブレーキを全車に標準装備する。当初の車両は電気ブレーキとしてそもそも即及び発電ブレーキを装備し、屋根状にそもそも即発電ブレーキ用の抵抗器を装備していたが、1997年以降製造の1500.5500番台は電気ブレーキがそもそも即と共に改正ブレーキに変更され、屋根状の抵抗器は装備してない。全車とも遅れ。 米制御はなく、大切ブレーキ、直通予備ブレーキを併設する。秋田、仙台地区の一部車両は更新工事により、1500.5500番台と同じ改正ブレーキ併用空気ブレーキ装置へ変更したため、使用されていた屋根状の抵抗器が撤去され、1500.5500番台と屋根状はパンタグラフを除き同じ構成となった。ATSP、標準機区間。 ATSPS、在来線区間、列車無線、防護無線のほか、緊急列車防護装置を設け、ワンマン対応車には e b 装置を設置する。209K で採用された軸、量式軽量ボルスタレス台車を基本に、床面高さを下げる、ステップとの段差を抑えるため台車アク中心を下げた、構造とした DT61A、電動車と、 tr246a 付随車を装備す。標準機区間用の車両では、台車枠を標準機対応とし、台車枠中心を標準の高さに戻した dt63 電動車 tr248 tr252 TR 付随車を用いる。主管制御機は209系のようなワンハンドルマスコンではなく、横立て並家用2ハンドルマスコンである。 簡易モニタ装置を搭載し、ドアやインバートなどの動作状況を監視できる。2両編成の車両には、ワンマン運転関係機器、運転台近くに、自動両替機付け運賃箱、自動放送装置、運賃表示機、最後尾乗車口に整理券発行機を設置する。719系とは故障した。際の救援時に、E721 系とは営業運転での並結が、 可能である。2010年10月20日より E721 系との並結運転を開始した。秋田地区の客車列車置き換えのために1993年3月から10月にかけて、川崎重工業及び JR 東日本、土崎工場、現、秋田総合車両センターで製造され、同年6月21日より運用を開始した。 雲波七百一区波七百の二両編成が二十五本、五十両 n 十四 n 三十八編成、雲波七百一1佐七百一区波七百の三両編成が十三本、三十九両 n 一 n 四 n 六 n 十三編成の計八十六両が在籍する。本区分のみ前面の種別表示器は手動式幕であるが、工術の機器更新が行われた車両の一部では、 LED タイプのものへ取り替えられている。全車ロングシートで製造されたが、N36 から38編成の区波700、型には特急列車が消滅した大ォ本線、新城、大局間のサービス工場のために、クロスシート設置改造が施行された。このクロスシートは後日の5000番台と同様の、千鳥配置とされているが、シートピッチを広げ、 折りたたみ式のテーブルを設置している。このため、着席定員は従来車と変化なし。また、この編成はパンタグラフをシングルアーム式の PS106 型に換装していたが、2005年、平成17年以降から改造が行われなかった、秋田地区の701系にも同様に交換が行われた。ワンマン運転用の運賃箱も当初の仕様から変更されている。なお、 N5 編成は2016年の踏切事故で全面を大破し、事故後秋田総合車両センター構内にて留置されている。また、サハ701-5は一時期 N29 編成に組み込まれていたが、後に外された。外された後は秋田総合車両センターに留置されている。基本番台の造備車で、1994年、 平成6年から1995年、平成7年にかけて、土崎工場にて製造された。雲葉 701K 区葉7 0 0系の2両編成が5本、10両、雲葉 701K 左派 701K 区葉7 0 0系の3両編成が1本、N101 編成の計13両が在籍する。後部標識等を 200mm 上方に移設しているのが、 基本番内との識別点である。室内では、釣り革の位置を下げ、数を増やした。軽量化及び、保守量の低減のため、蓄電池を鉛蓄電池から、アルカリ電池に、制御回路用の補助電源を静止系インバータ、SIV に変更している。当初は、全車が、南秋田運転所、現、秋田車両センターに配置され、基本番内と共通で運用された。 山形新幹線の新城延伸に伴い、大宇本線、山形、新城間が標準期化されると、1999年、平成11年に二両編成が仙台電車区、現、仙台車両センターに、転属配置された。仙台地区では当初常磐線北部、岩木仙台で、限定運用されたが、その後仙台、二両編成1500番台と、共通に、 東北本線、黒磯一の席でも運用されるようになった。編成番号は、秋田では、n の100台、仙台では、下位2から100台を不満。2007年、平成19年3月に、n の102編成が、秋田車両センターに転配され、2010年、平成22年10月付けで下、下位2から103、下位2から105編成も、秋田車両センターに転配され、 N103N105 編成として営業運転に入っている。仙台車両センターには、下位2から106編成のみ残存していた。しかし、秋田に転属していた N105 編成が2013年、平成25年3月に再び仙台へ転、廃され、下位2から105編成として営業運転に入っている。車体退職は、濃淡のマゼンタ、秋田及び赤白緑15号。 仙台である。森岡地区の客車列車と仙台地区の715、系を機会のため1994年、平成6年から1996年、平成8年にかけて、川崎自由工業及び、土崎工場にて雲波701系区派700、系の2両編成が38本、76両雲波701系左派700京も波701系区派 700系の4両編成が4本、16両の、K92 両が製造された。その後2両編成1本は1500番台に編入されている。中間のモハナ701型は、本系列唯一の中間電動車で、付随車、サハ700型は蓄電池を装備するため、基本番台、100番台のサハとは別形式となっている。基本仕様は番台と同一だが、 仙山線へ入線することを考慮して、パンタグラフを PS105 型に変更している。故障時の救援のために救援回路を備え、719、軽電車と並結が可能である。当時の仙台電車区に投入され、現在は仙台車両センターに4両、編成4本と2両、編成10本が在籍する。車体退職は赤白緑15号である。 ワンマン運転対応二両編成では、運賃表が、セブンセグメントディスプレイ式から、液晶ディスプレイ式、レシップ製に取り替えられたほか、客用扉の扉併用アメ機構を搭載している。2014年、平成26年末頃から、ドアボタンの更新、デジタル列車無線搭載工事が、徐々に行われている。ドアボタンは、 従来のものから E721 系と同等のものに交換されている。デジタル列車無線は運転台左側に取り付けられ、アンテナは行き先設定機の裏、制御機器は助手席後方の機器箱上にそれぞれ設置されている。森岡、青森地区の客車列車を機械ようとして、1994年から1996年にかけて、 当時の森岡客尺及び青森運転所に投入され、現在は森岡車両センターに2両編成15本が在籍する。車体退職は青紫濃淡2色である。一部には広告を施したラッピング車両が存在する。1994年平成6年12月3日のダイヤ改正にて東北本線一関森岡に投入され、 運用開始。その後、1996年、平成8年3月30日より、東北本線、森岡青森間に投入された。2002年、平成14年の東北新幹線8の平延伸に、伴う経営分離及び2010年、平成22年の東北新幹線全通に伴う、経営分離により、以下の通り転属、譲渡がなされている、公設も参照。 森岡及び旧青森のいずれも編成番号は与えられていない。仙台地区715系千番台を置き換えようと、千番台の造備型として1998年、平成10年と2001年、平成13年に、川崎自由工業及び土崎工場にて製造された。雲派701系区派700系の2両編成が18本、36両が在籍する。 主変換装置は、インバータ部はパワートランジスタ素子であるが、コンバータ部にイベット素子を使用したものに変更された。回生ブレーキを装備し、雲花701型は屋根状のブレーキ用抵抗器が7った。1508は、青森駅構内での高潮による浸水事故で床下機器が損傷した青森運転所、当時所属の1000番台。 クモハ701-1033クハ7 0 0 1 0三三を土崎工場で修理した車両で、改正ブレーキと LED 式行き先表示器を装備して復旧され千五百番台に編入、仙台へ転属された。改造、転属はいずれも二千年十二月十四日付である。二千一年、平成十三年に申請された二次車の1509から1518は、 新生児から ATSPS 保安装置を備える、ほか、行き先表示器が LED 式とされ、トイレは車椅子対応の大型のものを運転台直後にも置ける。このため、区波700系の窓配置が変更され、E127 系100番台と同様の配置とされている。2014年、平成26年末頃から仙台所属1000番台と同様、 ドア開閉ボタンの更新、デジタル列車無線搭載工事が、徐々に行われている。車体退職は、赤白緑15号である。2002年、平成14年12月1日の東北新幹線、盛岡八戸間開業に伴い、並行在来線を移管して開業した IGR、岩手銀河鉄道、青い森鉄道2社の車両である。 JR 東日本からの譲り受け者と申請者がある。新造車は1500番台をベースとした仕様となっており、制御車、森岡方前方に設置された車椅子対応トイレ、運賃表示器と車内案内表示器の改良、改正ブレーキ LED 式行き先表示器などを備える。また、当初からセミクロスシートとされている。 譲渡者はいずれも元千番台である。新造車1編成、100番台、JR 東日本からの譲り受け車8編成、0番台、合わせて2両編成9本、18両が在籍する。青森法が制御電動車、MC の青い森701系、目解き方が制御車、TC の青い森700型で蘇生されている。このうち新造車 譲り受け車、1、各1編成は2002年、平成14年の目時八戸間開業時に導入されたもので、残りの譲り受け車7編成、2から8は2010年、平成22年12月の八戸青森間開業時に、当時の青森車両センター所属車全編成を譲り受けし導入されたものである。当時は、室内はロングシートのままだったが、一部の編成は、 セミクロスシート化されている。2010年9月2日より在籍中の一本がイメージキャラクターのモーリーをあしらったデザインに変更された。車体退職は旧デザイン車両が青、新デザイン車両が空色である。また、青い森鉄道全線開業時に JR 東日本から譲り受けした編成についても2011年、 平成23年に青い森鉄道の新デザインに変更された。2両編成7本、14両が在籍する。4編成が JR 東日本からの譲り受け車、0番台、1から4で、3編成が新造車、100番台、101から103である。車体退職は岩手の夜空のイメージである。スターライトブルーと星の輝きのイメージである。 スターライトイエローである。目解き方が制御電動車 MC の IGR7001 系、森岡方が制御車 TC の IGR700 系の2両固定編成。JR からの譲り受け車はロングシートのままである。譲り受け車は帯の張り替え時に車内案内表示器を設置した。秋田新幹線の開業に伴う田沢湖線の標準期化に際し、 普通列車用として1996年、平成8年から1997年、平成9年にかけて2両編成10本、20両投入された。室内配置を大幅に変更し、ボックスタイプのクロスシートを1両に4箇所地取り状に配置する。この5000番内に限って、両開き扉間の4枚の窓の内中間2枚が、大型の一段加工窓である。 客用扉のステップはない。トイレは、区派700系の後方に設置する。秋田新幹線開業と同時に、JR 東日本管内の快速、普通列車が全面禁煙となったため、このグループ以降は当初から灰皿が設置されいない。外観では、尾灯が当番台からは、窓状のブラックフェイス部に角股が設置されており、後日の5500番台を含む、 標準機使用車の特徴となっている。パンタグラフはシングルアーム式、台車は標準機用の DT63 型、TR248 系冷房装置はインバータ方式の AU723 型である。2008年秋よりスカートが一部変更されている。また行き先表示機は登場時字幕式であったが、2015年頃から、 n 5 0 0 3編成を皮切りに行き先表示器の LED 化も行われている。車体退色は青紫白ピンクである。検査等は全般検査も含め基本的には秋田車両センター、旧南秋田運転所で行われるが、危機更新などにより、狂気用の仮台車に履き替え講習輸送で、秋田総合車両センター、旧土崎工場まで送されて行われたこともある。 山形新幹線開業に伴う大雨本線の山形新城間の標準機間に際し、普通列車用として2両編成9本、18両が1999年、平成11年に投入された車両である。1500番台の仕様に順次、座席はロングシート、客用扉のステップはない。車椅子対応の大型トイレを区波700系の前方に設置する。 行き先表示器は LED 式で微灯が5000番台と同様運転席窓の上部に設置されている。回線ブレーキは発電ブレーキ車と混用しないため、作動速度域が大きく取られた。台車は標準機用の DT63A 型、TR252 型で、米沢福島、板谷峠の急勾配対策として、ディスクブレーキや砂巻き装置を搭載する。 パンタグラフは製造当初は仙台地区701系との互換性を考慮し、菱士型を搭載したが2001年、平成13年にシングルアーム式に交換された。加えて同時期に強化系、スノープラウ、雪かき器も設置した。冷房装置はインバータ方式の au723 型を搭載する。5000番台と同じスカートを装着している。 車体退職は719系5000番台を踏襲し、山形県の花、紅花をイメージしたオレンジ白緑15号である。全車両がワンマン運転に対応しているが、車掌が乗務することもある。5000番台同様、検査等は、郡山総合車両センターに直接改装できないため、所属先の山形新幹線車両センターにて行われる。 2016年4月1日現在の配築所及び2018年4月1日現在の運用区間は以下の通りである。本系列は東北地区の多くの交流電化区間に投入され従来の普通客車列車を完全に置き換えることとなった。本系列の導入によって普通列車の完全冷房化とスピードアップが達成された。反面、 本系列によって代替された列車は従来より編成量数が短縮されたことに加え座席構造の変化も相まって一列車あたりの座席定員の減少を招いたことからそれら接客設備の顕著な変化については批評、批判の対象ともなった。また本系列は片道 200km を超える運用に就いたこともあった。もっとも本系列使用開始後の手術の情勢変化に鑑み、 秋田地区の一部車両ではセミクロスシート化改造が行われ、標準機用の5000番台は当初からセミクロスシート装備とするなどの設備変更もされている。本系列は投入開始から10年余りが経過し、後天的な装備の変更や配置の移動なども行われている。初期の車両では終電装置をシングルアーム式に換装したものが一部に存在し、 秋田地区や仙台地区の一部の車両は、運賃表示器が LED のドット式から液晶ディスプレイ式に変更され、漢字、カタカナ、英語による自液表示が可能となったほか、側面の行き先表示器は LED 式に改造された。詳細は他の節を参照。JR 東日本では本系列による交流電区間の電車化達成後、次段階の車両計画として、 老朽化した国鉄型電車を搭汰する目的で E721 系を2006年、平成18年から導入した。なお、こちらは全車セミクロスシートで登場している。前編成に209系、E217 系と同様の機器更新が実施された。主な内容は下記の通りである。同一車両を各路線へと配置されたため利用客の故障防止に、 車体貝色を配置された路線ごとに異なる色が塗られている。青い森鉄道及び IGR 岩手銀河鉄道の車体退色は所有企業が変わってから順次に変えられた。秋田地区用の濃淡のマゼンタは登場時は淡い色調であったが、経年経過や太陽光、紫外線による退色いわば色あせが著しいことから。 濃いめの色調に変更した上で塗り替えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。